まあ、ハイスコアになるっていうのはある程度予想はしたんですけど、ここまでハイスコアになるとは思ってなかったんですし、まあ、ちょっとディフェンスやられてすぎたかなっていうのはあるんですけど、でも勝ててよかったです。そうですね、まあ、本当に昔からの、チームメイトでもありますし、まあ、実力がある選手とマッチアップするのはやっぱ楽しいですし、まあ、川崎さんは本当に強いので勝ててよかったです、はい。まあ、切らすなってことと、まだまだ時間があるっていうのを話してたので、まあ、キャプテンが、まあ、熱く語ってくれたので僕らも気持ちを切らさずできました、はい。そうですね、まあ、もう本当に練習中からもうシュートタッチが良かったので、まあ、今日に限っては本当に脅す気がしないって思ってましたし、絶対自分が決めてやるって、まあ、勝負を決めてやるっていう気持ちで、まあ、打てたので、まあ、入ってよかったですそうですね、まあ、代表でも、まあ、ああいう場面で打つ機会があると思うので、まあ、ここで決めれてよかったです、はい。やっぱりバスケットがいいので簡単に勝たせてもらえないってことですね。まあ、我々もファールトラブルとかありましたけども、最後まで諦めないで粘った結果だと思います。かなりやっぱりファジーカスが足に来てたので、まあ、オルト選手も、まあ、必死にディフェンスをやってね、ファール取られたと思うんですね。まあ、それは切り替えてやっぱり選手を信じて、バツはやってくれると思ってました。そして桜木 JR 選手なんですけれども、最年長でありながらチームで一番プレータイムもあり、今日も長らくこのゲームの中でチームを牽引したと思います。彼のパフォーマンスはいかがでしたか？非常に良かったと思います。まあ、本音を言えば本当にもう少し休ませたかった、毎回そうなんですけど、ファールトラブル等でですね、出さざるを得ない状況が続いてるんで、非常に苦しかったんですけども、まあ、勝ててよかったです。そしてチームキャプテンの狩俣選手も、11得点と貢献しましたね。彼の活躍はいかがでしたか？このところ非常に疲れてて、先週も試合に出してなかったんですけども、今日は非常にいいシュートを決めてくれてですね、まあ、彼の存在が今日は大きかったと思います。比江島選手はやはりエースとして期待に応えてくれましたか？疲れもやっと取れてきてですね、まあ、大事なところで決めてくれたと思います。わかりました。本日はおめでとうございました。